はい、どうも、ケバブイです。東京のメインレースですね。ちょっとグリーンチャンネルカップやつですね。1400m のダート、16度だで。また今日も新聞も買いに行けてなく、パソコンも開くのが邪魔くさいんで、ね、ちょっと簡単に書いて予想します。グリーンチャンネルカップ3等ですね。ちょっと選んだのも。2番のゴーインググレート、で5番のウィームート、13番のサンライズノバ。まあ2番のね、ゴーインググレートなんですけど、ちょっと穴になるんですかね。エニフステークス前走2着。まあこの馬内から押していけば、まあ一応ちゃんと強い競馬できるんじゃないかなと思っての期待の1頭で、ちょっと今日は買ってみようかなと。で、金量も56キロなんでね。まあ前走が強い競馬で実力だったのか、たまたまだったのかが試されるレースになるんじゃないかなと思っています。で、5番はもうウィームート、もう3走とも充実してるんで、で今回はまた内枠引いてるんでね、まあ、スタート決めて 今回も逃げて楽な競馬するんじゃないかなと思ってますけどね。周りもね、逃げる馬も結構いるんですけど、多分頭一個抜けてる馬だと思うんで、まあ安心感はある人だなと思ってます。で、13番のサンライズノバ、多分これ一番人気で、東京実績も一応あるし、で血統的にもゴールドアリューという抜群の血統でね、ダートので、左回りも抜群に強い馬なんで、あとまあ差しがね、逃げ馬が多いんで、あとは後ろからの差しが決まるかどうかの競馬になるんで、まあ力強い競馬してくれると思ってるんで、今回はこの3頭、2番ゴーインググレート、5番ウィンムート、13番サンライズノバーの、これもワイドでいきますね。安いかも分かんないですけど、2、5、13、3頭ボックスワイドの、各1000円ずつ、2、5、13ワイド各1000円ずつです。チャンネル登録ガチでマジでよろしくな。